台湾、アジアの東部、太平洋の西北に位置する美しい島。中央山脈がそびえ立ち、麓の村や町を守っています。大部分の住民は海から近い場所で暮らしています。東側の太平洋には黒潮が流れています。西側は台湾海峡です。寒流と暖流が交差する大陸棚。多様な生態系を作り、豊富な海洋資源をもたらし、特に漁業の発展に適しています。台湾の人口2300万人のうち、およそ32万人が漁業に従事しています。養殖漁業、沿岸沖合漁業、遠洋漁業。台湾全土の養殖面積は4万ヘクタール余り、漁船総数は2万隻余り。人々の努力の積み重ね、政府の積極的な指導によって、漁業は台湾の重要な産業になりました。人々に動物性タンパク質を安定的に供給し、多くの家族の家計を支え、社会の安定を促進しています。現在年間生産量は100万トン、年間産出額は900億台湾元です。そのうち沿岸沖合漁業は 17%、 遠洋漁業は 44%、 養殖漁業は 39%。 世界でも重要な漁業生産国の一つです。台湾では行政院農業委員会が漁業政策を担う中央行政機関です。その下にある漁業所は漁業政策の最高行政機関として政策策定を担当しています。地方自治体には漁業部門が設置され、執行、管理、宣伝を担当します。漁業者組織として全国漁会があり、22の自治体に漁会が39、中央の農業委員会のもとに水産試験所と6つの研究センターがあり、このほか金門県など4つの自治体に漁業試験機関があります。教育面では大学10校、職業高校9校に関連の学科があり、台湾の漁業人材を育成し、新しい活力を注いでいます。漁業所には遠洋漁業開発センターがあり、漁船の船員に安全訓練を行い、教育機関と協力して漁船幹部の訓練を行い、漁業の水準と海の安全を高めています。このほか漁業所の下に漁業ラジオ放送局が設置されています。漁業の発展、関連情報の伝達、漁業従事者へのサービスが目的です。台湾の海岸線には異なる地形があります。漁業の発展の過程で、政府は台湾本島と各離島に相次いで200以上の漁港を建設しました。各漁港はその位置と地理的環境によって適した漁業と機能が異なります。大部分の漁業者は台湾の排他的経済水域内で操業しています。引き網、刺し網、はえ縄、一本釣り、かご漁、棒受け網、引き網、つきん棒、定置網など各種の漁法で多くの種類の魚類を捕獲します。また海底に住むエビ類、カニ、貝類、巻貝類など新鮮な食材を提供しています。一部は各種の水産加工品として開発され、海外に輸出されています。例えばカラスミ、桜エビ、魚の伝部、缶詰、各種の水産食品があります。自分で食べるほか、ギフトとしても最適です。
一部の人為的な破壊が生息地の生態系と漁業資源に影響し、近年漁獲量は減少しています。このため漁業資源の保護は一刻の猶予もできません。適切な場所を選んで水産動物繁殖保護区と各種の人工魚礁を設置し、各種の魚類、貝類、サンゴを培養放流し、また各種の海洋イベント、海岸清掃、教育活動を行い、海洋環境保護センターの組織を支援、海洋廃棄物の清掃、生息地環境の保護を行っています。さらに特定の漁具・漁法を規制する操業水域を定め、休漁期間を通知、休漁の奨励政策に対する補助を実施、老朽漁船を買い取り、段階的に漁獲目標量と漁船数を削減しています。このほかレジャー漁業を推進し、一部の漁業者に対して海洋体験ツアーに誘導し、エコツーリズムなどへの転換を指導、既存の漁港を基礎に多様なレジャー観光を生み出し、漁村の環境を改善、地方の特色ある産業文化を推進し、漁村経済の再発展を促進しています。台湾の漁業はこの100年間発展を続け、技術と規模はますます成熟しています。人々の生活を支え、経済発展に応えるため、台湾の漁船は遠方に出向くようになり、操業水域は世界に広がっています。主にカツオ・マグロの巻き網、マグロのはえ縄、イカ釣り漁、サンマの棒受け網など、いくつかの漁法があります。過去の漁獲実績によって、台湾の遠洋漁業は世界でも重要な地位にあります。台湾は海洋法に関する国際連合条約と国連公海漁業協定による公海での漁業ルールを通じ、国際的な漁業組織のメンバーとなっています。さらに台湾は2016年に遠洋漁業条例を制定し、国際管理の潮流により近づきました。毎年数十の関連国際会議に参加し、関連の管理措置を国内法化して世界の一員としての責務を果たしています。同時に台湾は20近くの海洋国家と漁業協力を進め、相互利益を保障し、同時に友好を深めています。台湾の食卓に上る美食、すべてを海で取っているわけではありません。多くは市場で簡単に買える優れた品質、手頃な価格の養殖水産品です。台湾は亜熱帯に位置し、しかも養殖技術の改良を続けたことから、台湾の養殖漁業はとても有名です。養殖される品種と養殖方法は多く、例えば淡水養殖のウナギ、テラピア、海水養殖のスズキ、ハタ、ミルクフィッシュ、このほかバイナメエビ、ハマグリ、カキ、そしてイケス養殖のスギ、ハタ、マルコバンなど、いずれも産地が近く安定供給されている水産品です。台湾は土地が限られ、労働人口が老化しているため、環境に優しい養殖をゴールし、企業化され革新的な新科学技術養殖への発展が必要です。例えば冷水性の魚介類のハイテク養殖技術の開発、海を畑としていけす養殖の普及推進、養殖管理のレベルアップとスマート化、若い世代の生産者指導計画の推進などで養殖漁業の競争力を引き上げています。いずれも将来の養殖漁業の進歩にとって重要です。養殖・繁殖・生成・露天、海洋漁業資源の枯渇を防ぐとともに、
二酸化炭素排出のフードマイレージを短縮します。食は量だけでなく質を追求する時代が到来しています。ここでいう質とは、高価なもの、珍しいものではなく、しっかりしたもの、安全性の高いものなのです。2007年から養殖水産品生産履歴制度が始まり、認証を受けた生産者は定時に養殖管理状況をアップします。消費者はスマートフォンで QR コードをスキャンすれば生産過程を知ることができます。2016年からは水産品トレーサビリティ制度が始まり、製品に対する生産者の自主管理責任を強化しました。やはりスマートフォンで QR コードをスキャンすれば生産者の基本情報が分かります。このほか養殖場登録自主管理制度を推進して、品質管理プロセスと疫病防止の意識を確立し、国際基準に合った優良な養殖品の生産を可能にしています。近年、漁業所の指導の下で魚市場で水産品を地面に置かない政策を推進し、HACCP 食品衛生管理システムを導入して作業環境の改善、衛生安全の強化を進め、台湾の水産品の優良品質イメージを強化し、国際競争力を向上させています。魚介の組織は台湾で100年の歴史があります。政府と漁業者の間をつなぐだけでなく、漁村の生活の安定、経験の伝承を牽引しています。その下には信用部があり、生産者に金融・保険面のサービスを提供し、漁村の経済・生産・販売・経営に対して重要な役割を果たしています。台湾では近年社会構造が変化しており、さらに少子化の影響で外国籍の船員が台湾の漁業で重要な労働力となっています。政府は政策と法令で彼らの人権と福祉を守っており、各地に外国籍船員レジャーセンターを開設し、仕事だけでなくレジャーと宗教信仰にも気を配っています。台湾の各地には多くの漁業ラジオ放送局が設置されており、緊急事態が発生したとき救援と家族への連絡を行い、最新の情報を把握し海上保安機関に通報して救助を要請します。多くの努力が水揚げにつながり、苦労は成果となって現れます。私たちは漁業管理の責務に最善を尽くし、海洋資源の持続的な利用を守ります。違法な IUU 漁業を摘発するため、台湾は24時間稼働の漁業監視センターを設置し、漁船への電子ログブックシステムの設置を推進し、担当者を国内外の水揚げ港に派遣して検査を行い、漁業者の自主的な漁獲報告と合わせて漁獲物の由来を確実に追跡しています。また漁船削減政策とオブザーバー制度を推進し、漁業の産業構造健全化のため努力しています。漁業は台湾の人々の生活を支える重要な産業です。多くの人の収入源でもあります。漁業の長期的な発展のため、私たちは引き続き海洋漁業資源の保護と管理を推進し、環境に優しい養殖産業を確立し、漁業の持続可能な発展を追求し、自然環境資源と共存させます。将来を展望して、政府は引き続き信念に基づき、しっかりとした足取りで台湾の漁業を未来へと導き、新たな局面を切り開きます。そして幸せな漁業者、安全な漁業、豊かな漁村を目指します。